はい、根掛かりの切り方です。根掛かりしたらまず糸を入れてもらって、まずは引っ張れる範囲まで手で引っ張ってください。で、必ず手袋はつけてください。で、引っ張れるところまで引っ張ったら、このラインブレーカーに風があってやりづらい、こういう風にして1回で回します。で、回しながら、回してたらここ巻き込んでいくんで、こっちの糸をほどきながら糸を巻いていきます。まあ一番テンションかけた状態で後ろへ引っ張ります。そのまま、そしたらこうゴリッと外れます。で、ゴリッと外れて糸にテンションかかってたら、もう一回かかってるんで、多分ここ背ずれがもともといっぱいあるんだと思うんですけど、もう一回で、これで完全に外れました。で、この時にこの糸が、道糸がこの磯の貝にかからないように、なるべく素早く糸を巻きます。で、この時に重さあんまり感じてなかったら、せずれまで飛んでます。今回は、ステイトだけが切れた状態になってますね。先結んだこのステイトのこの輪っか作った部分はここで、切れています。で、ね、で、ここはまた糸、重り結び直したら OK ですね。ここがこう擦れてるんで